はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。A 列車で行こう9、ライブ配信始めていこうと思います。今回は、前回にですね、こちらの長距離線に駅をこういうふうに作りまして、列車を止めました。列車を止めたはいいんですけど、バス路線が、バス停はあるもののバス路線が走っていません。なので走らせたいと思います。で、でもバスのあれに枠に限りはあるんで、なるべく今既存の走ってるバスの2駅作ってるんですが、乗り入れさせる方法で、行きたいと思います。まずはどちらの駅から行こうかな。バスの120番か。まだまだ空きはあるんですけど、このコミバスっていうのが走ってまして、なんでダイヤウィザードになってんだ。追跡。このコミューバスはこの駅の周辺を一周回ってるわけです。結構広い範囲を、カバーしておりまして、こちらの路線を使ってですね、乗り入れさせようと思ってます。状況によってはこの西口か。一度ストップかな。今どこへ止まってんだっけ。120番は追跡して、ここをねぐらにしてるわけですね。ここは
ミュニティバス青ですね、このバスは。あ、コミュニティバス、あ、一応黒字出てるんだ。ということで、こちらのバスの経路を変えて、運行したいと思います。ちなみに何時出発だっけこれ、6時出発だ。そして、いつも通りツイッチで配信しております。ぜひツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。 Please my ツイッチアカウントフォロー Please。この動画のアーカイブ2日後にですね、YouTube にアップロードいたします。2日後、16時21時ごろに配信、プレミア公開いたしますので、ぜひご覧ください。YouTube、チャンネル登録高評価お願いいたします。 YouTube マイチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。マイディスライブアーカイブマイ YouTube チャンネルアップロードトゥーデイズアフター。最後に、旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、いいね、リポストお願いいたします。TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ではこれが御神駅が6時だっていうのは分かったん で21時までですね。6時から3往復できるかですね。コミュニティバスは普通のバスと比べてスピードが遅い。です。この京丹循環コミュニティバスは見ると高速全部表示されますが、あれどっ、まっすぐ通ってこの東武市場ですね。あ、ここのバス停って新たに作ったんじゃなかったっけ。
で、ここで左曲がって折り返しですね。以前はここ直進してたんですが、駅の新設によってこの南口のバスターミナルに、立ち寄ることにしました。でまだまっすぐまっすぐここで左に曲がって桂田駅東口へ入ります。東口からさらに高架を越えて出発しました。5時半？あれ？あ、10分ってなってますが、まあ5分で十分かな。まっすぐで、でまっすぐ行って右へ行って戻ってくるっていうこの、循環パターンってことですね。さあ、こう基本的にやっぱり以前のとの違いは。このバス停に寄ることになったわけですが、寄るってことはそれだけ時間がかかるわけで、このタイムロスがどのぐらいかっていうのは気になるところではあります。ちょっと追跡をしてみましょう。追跡なんかな。一応そっか。120追跡解除でダイヤウィザード動き出しましたね。まっすぐです。6時42分の6時45分ぐらいかな。
さあ、ここ、市場が東武市場というだけあって、市場がある場所です。で、ここで、5分停車で折り返しを行うということになります。さあ、何分に止まるんだ。7時16分かな。7時15分の20分のような気はする。で、ここ左へ曲がります。で、まっすぐ通っていきますね、列車が。で、ここです。8時4分かな。8時4分から8時8分。まだまっすぐですね。まっすぐで、高速から降りてきたバスがやってくるところです。で、左曲がって啓丹の駅前通りに差し掛かってきます。まあ、4分停車で、まだまっすぐで、右だよな。ちょっと右になってるよね。で、10分、ここは10分停車です。ターミナル駅なんでね、当然たくさん止まってもらわないと困ります。9時50分かな。なんで9時50分としたら10時出発かな。うん、今からですね、高架橋を渡って西口へ向かいますが、このまま西口へ行けません。坂があるんで、一度ここの通りを経ないと西口へ渡れない。結構赤が、ね、邪魔されるのもちょっと辛いとこですね。さあ、越えていきます。お、バス停が、ここにもバス停あるんですね。で、左へ行きます。ここもあれですよね。あ、そうなんだ。11時7分。もう5時間以上走ってますね。さあ、あとはもうこれ向かっていくだけですよ。一応バス停止まるようになってる。まあ、コミュバスなんで、こういうふうに京阪付近の
バスを細かく回っていくことになりますね。で、戻ってきましたね、ついに。こう右曲がったらもう終着駅です。終着駅っていうか一周また御神駅に回ってきたということになります。12時44分はですぐ出ていった。ストップかな。で、こんな感じですね。4駅の分を通るんだ。6時間45分なんですよね、このバスの時間って一周回るのに。まあでもバスみんなかかってるからコスパ悪いですよね。6時間45分で15時間しかないから3本ですね。しかも20時間以上働くんだ。2時過ぎまでどうも運行余儀なくされるみたいです。だってもう12時過ぎてますからね、6時から発車して。ということで、ダイウェイザードを解除して車窓モードに移行してお楽しみください。追跡を切り替えられますが、まあ、ここら辺も比較的東武市場前のあたりですが、住宅地もあって工業地帯もあるようなところで、これを西側は凄いビル建ってますが、西駅の北側にあるタワマンです。タワマン群です。まあ、西駅には寄らないんですけど、結構西駅が近いってことで、これが東武市場前ですね。最近新しくできました物流の、ターミナルです。この駅の開業に合わせて、新しい市場ができました。これは塾ですね。ラーメン屋さんもあります。市場を見ながら、東武市場前のある
駐車場、ここショッピングモールもあります。まあすごいですよね。市場と卸売市場とショッピングモールのある商業物流の街ってことですよね。東武市場前はもともとここには一度折り返していきます。で左に曲がる。もともとこのあっと銀赤で止められてしまう。E217K ですね。もともとここに信号場がありまして、京阪駅一つ西の終着駅 の、 衝突防止のための信号、に10分止まるような調整をかけておりました。もちろん特急も含めて運転停車していたわけですが、今回その付近を商業施設ありますが新たに駅として開業して東武市場とショッピングモールを誘致したってことになりますね。まあ新しい開発の街が、新駅開業とともにできたってことですよね。京阪はもう西の町なんで、西の町で、長距離線と私鉄線が乗り入れてきます。最も都会中心部から全列車乗り入れてくるわけじゃなく、都会の西側にあるわけですが、段落ちして一部の列車しか乗り入れてこないんですが、まあ、今後長距離線および私鉄線の線路の延長も考えておりますので、次回次の鉄道の延長はその辺を延長しようと考えてますので、発展することが予想されます。いろんな列車が来るんですよね。空港エクスプレスが来たりとか、私鉄の優等列車が来たり、さっきの E217 もそうですし、あとは485の特急、長距離特急が入ったりですね。本数は確かに段落ちしてしまうものの、多彩な列車が入るようになっております。さあ、京阪駅のバスターミナルに到着です。京阪駅は地上駅ですね。だいたい高架駅にしてるんですけど、京阪駅は珍しい地上駅となっております。その点、今4パー号の特急が到着ですね。長距離特急が。その点で、つまり車道は上を通るか下を通るかしないといけないっていうところはありますね。ここで一度曲がる。
な感じでもう完全に住宅が建ってますね。ただえ一応高速バスも乗り入れていて、空港へのアクセスでさっきの空港エクスプレスとの競合になっております。なんか最近ね、リアル世界では路線バスの本当に運転手不足、まあ、トラックもそうですけどがすごく、有馬温泉と神戸を結ぶ三宮とか阪急バス、まあ、がなんか廃止されるっていう衝撃的なニュースも伝わってきましたね。有馬温泉には阪急バスのバスターミナル、なんか有馬案内所前だったっけな、もうあるんですが、なんかちょっと寂しくなっちゃいますよね。ちょっと有馬温泉やっぱり鉄道、神戸電鉄とか鉄道もあるんですけど、今神戸から直通して基本的には直通してないんで、まあ、公共交通機関での利用って結構不便ですよね。心配ですね。もちろん宝塚のバスからのバスって主力だったんですが、なんか本数も最近半減しちゃいましたし、あと芦屋から、山を越えるバスも平日は山を越えなくなっちゃいましたしね。需要あるのにバス運転手が足りないからっていうのは本当に悲しいことですね。なるとやっぱり自動運転に期待は集まるところではありますよね。一方で、まあ、西宮市が桜山並みバスっていうのを西宮の市街と西宮の北部、6個を越えないと西宮北部に行けないんですが、そのバスを走らせていて、一部が有馬温泉、有馬温泉自体は神戸の北区なんですがに乗り入れ、中心部じゃなく太閤橋という手前の橋ですけど乗り入れているんで、そちらも意外と便利なんで穴場の路線ですね。まあ、選択肢はあることはあるんですけど、ちょっとなんかやばい方向に行ってる感じはありますね。いや、今向こうが4パー5の長距離特急が東へ向かって走ってます。一回都会を越えて、ね、温泉地まで向かう特急ですね。十分今でも長距離なんですけど、さらに長距離線は延長する予定です。場合によっては、まあ、何年後の話になるかわからないですが、環状線にもするかもしれないですね。あ、来ましたね。さ、これで3往復目です。ということで、これ車窓をお送りしましたが、こんな感じで
本目はまずコミュニティバスを走らせました。まあ基本的に既存で走っているバスの、まあ、手直しで良いので、そんなに苦労はしないですね。まあコミュニティバス自体やっぱりね、基本的にケータンの駅に乗り入れるバスって幹線バスなんで、もうケータンの街の中を全部くまなく回ってるわけじゃないんですよね。なので取りこぼしがあるんですけど、それをあのカバーするバスとなっております。循環バスとなっております。さあということで、ちょっと検疫解除して次のバスを走らせましょう。これかな、バスのトレインで、でこの京丹地区は30番台のバスがあり、京丹総地区かな、30番台のバスが走っております。まあ、例えば30番台だったらこのバスがあります、走ってます。地下鉄と観光線の列車が同時到着ですね。この総駅はたくさん3つの路線が乗り入れているので、私鉄線、地下鉄線、そして観光線ですね。こちらも、まあ、地下鉄線は別として段落ちはあるとはいえ、非常にターミナル駅として便利な駅になっておりまして、そのためにこの上に見えるが走っております。地下線じゃない、ターマンがたくさん立っております。でこちらさっきの京丹駅から総駅のバスも走ってるんですけど、実は本数が意外と少ないんですよね。基本的にこのターマンとの行き来が基本、ターマンとこの総駅との行き来が基本になっていて、京丹とかその他の駅はないがしろにされてた面はありますね。でまあこちらのバスに関しては、京丹と総駅って比較的長距離なんで、ちょっと駅に寄ってられないっていうところではあるんですけど、ので寄らずに走るわけですが、こうかな、32は。まあ、この団地の部分はぐるっと回ってっていう橋になりますね。ちょっと心配なのはここの容量ですね。いろんなとこからバス来ますからね。こっちの東側からもバス来てますし、高速バスも乗り入れてきてるんだっけ。
なのでちょっといっぱいいっぱいになっているとか気になるんですけど、ここをベースに、ここを深夜、夜間の停泊地として、バスをこの、作りたいと思います。それがこの33番ですね。でさっきの32番と経路が違うので、バス停をちょっと新設したいと思ってます。でこの団地を通るのではなく、こっち側を通りたいですね。こっちを通るのか、こっちを通るのかか。どっちが正解なのか。こっち側バスがないんですよね。なんでここにまずバス停を作ります。バス停工事、引き込みかな。ダメなんだ、引き込めない。結構ギリギリに作っちゃってるからな。まあこうですよね。となると、これではちょっと寂しいんで、線路のちょっと改変を行うか。こうしたら多分引き込みでバス作れるよね。こんな感じで。南と駅になります。ここは今までバス路線すら、なかったので、今回初めてバスが正式に入ることになりました。待望の、まあ結局電車降りるしかなかったですからね、この辺の周りの人たちは。
で、一応さ、ここにも駅じゃないバス停を一つ作っておきます。この線路は一応観光線を延長するためでもあるんですが、この山奥に登山列車を走らせようという計画がありまして、その登山列車が向かっていきます。この辺は坂やけど、上へ行ければいいですね。で、バス停を通って、で、33番は両方まっすぐ、10分で折り返す。で、ここをどうするかですよね。まあ、右折だろうな。で、これは右折、左折だな。お、なんだこれ。最短時間ってあるんだ。ちょっと4時ぐらいになったら一応止めます。次ですね、この辺はバス停作ってもいいかな。南東と北東か。ここも工業地帯ですね。
かよくわからんよ、東もなかとかいうあのバス停にしとこう。ここは、まあ、経由するんだけどバス停名はつけずに、すごい駅前ですね。こっちをバスってこっちバス停ないのか。ここは経由せずに北口から乗り入れてもいいかもな。駐車場、まあ儲かりますね、一体駐車場は。ソーラーパネルが置かれてます。意外と儲からない。一旦ストップしましょう。で、30番か。いや13番は左折です。で、ここも10分停車になってる。運転車かな。で、一応全車に適用。これを全車に適用して、ここは4分ですね。で、左折。で、右折か。ここは左折、ここ右折で、非常に重要駅ですね。5分停車としときましょう。全車に適用はしとこう。あと両方まっすぐで OK ですが、
で、ステーションか。これなんだっけ。あ、間違えた。アンドゥできないよな。やっちゃった。です。これはつらい。こっちも撤退しちゃったからな。何だったんだろう。公園みたいな感じ？公共施設だっけ？公園中、公園大。学校でも建てとくか。リサイクルセンターですね。ライトアップ広場、なんかかっこいいライトアップ広場。こういったらダメですよね。マンション2とかあるんだけど、儲かってるとしたらいいんだけど、美術館はちょっともったいない。これは解体撤去で、これなんだっけ、レンガ倉庫か。レンガ倉庫もいいんだけどな。公共施設に美術館ってあったよな。公共施設だっけ、娯楽施設だったかも。あ、動物園とかあるんだ、いいな。まあちょっとでかすぎますけどね。留学生地区とか。劇場ですね。で、あくまで美術館潰しちゃったんで、借り立てないといけないのは美術館ですよね。なんかこれ、あ、なんか住宅を兼ねてるんだ。あれ、あ、これそうなんだな。道路をまたぐことができると思ってたらそうでもない。またげないんだ実際には。なんだこれ、ね、西洋城とか
神社がある。なんかようわからん。てかここも、ここをまず、なんだったっけ、水族館か。これだ、美術館あった。大好きな絵の中に閉じ込められそうですが。からあれ、なんか入れたり入れなかったりすんだよな。入り口はどこになるんだろう。こうか、こうっぽいですね。銭湯があります。で、植物園じゃない。植物園はそんなにいらんと思うんだよね。オペラ座とか用意した方がいいかも。引き出し機。ここだとなんか、OK。あれ？資材が足りないって言われてる。資材不足ですよね。あ、もう資材がすっからかんだ。夜景公園前ってことで、戦車に適用。ここだけは速度にしとく。
ケータ東 A とします。でこれを B にします。で最終的にここが携帯駅東口か。でちょっと待ってよ、これはまっすぐで OK で、ここはどうなってる？まあそうだろうな。なんで左右で33番は、ここはそんなに止まらないよな。クローズドドアみたいな感じがするよね。で、こっちは右左か。で、33番10分停車の折り返しということになりますね。そして、5時半ぐらいからスタートだな。ここは。で21時5分ぐらいまで走らせましょう。33番の33番を配置します。で当然ダイヤウィザードをする。でちゃんと目標通りになってるを確認して、こっからがダイヤ設定ですね。
ということで、こんな感じですね。33番は本数はこれで、近距離用の金経由値を、簡単な経由値を書いて、この東部市場前南内へ止まるっていうようなこのやり方、運行方法になります。どんどん列車が来てますね。そろそろ出発じゃないの？出ていきますね。お、快速列車が止まる中を出発していきます。ん？止まってる、あ、止まってるんじゃない、ダイヤウィザードを適用しないといけない。で、右ですね。これまっすぐじゃないんだよな、右なんです。時間帯によっては経由値を変えてもいいかもね。58分、左、6時8分。5分停車かな。9時37分、6時42分かな。本当に正解なのか。あ、右で正解ですね。で、10分停車となります。7時26分。野球場ですね。
野球場に連れて行ってっていう感じですね。京阪三千系が列車がこのやってきたりします。で左行く。そうすることで、ここは5分停車だ。来ました、8時31分。50分かな。8時53分となります。で、左、あ、そうか、左か、あ、左じゃない、右か。あ、しかし邪魔が入ります。で、東武市場です。9時25分かな。の9時29分と同じく市場の駅ですね。卸売市場とショッピングモールの駅ですね。9時44分。9時48分か。見えてますが、実はこれ、列車降りれなくて運転停車となっております。3分停車。10時6分かな。イルミネーション公園が左側にあります。まっすぐだよな、これ。10時18分。10時22分か。
で、左折ですよね、ここで右折、さあ到着です。10時49分が快速が出発していきます。2線がソロ駅となっております。11時26分、1時半かな。夜景公園11時51分かな。こんな感じでイルミネーションの公園ですね。11時55分今度は4番号の特急ですね。この特急もそろそろ新型車に置き換えられたいなと思ってます。この特急はこの駅に止まらずに通過します。帰りは時間調整とか全然必要ないんで、止まる列車は太平線に入って止まるけど、特急みたいに止まらない列車はもう止まらないっていう感じですね。あれ？あ、で、一周回っ、ようやく一周回ってきました。わ、12時過ぎてる。12時23分か。つまり12時35分だ。出発は。ということで、状況線と接続するようにバスが出ていきます。これで一周回りましたね。7時間かかってますね、一周に。すごいな、かかってるな。時間ってことは15時間半だから3往復なんだけど、夜遅くまでずっと走ってる感じですよね。12
獄だ。こんな感じですね。7時間かかっちゃってますし、こんな感じで。この駅までは2時間弱か。ほぼ市場前までは2時間って、まあ順当ではあるんですけどね。一旦駅までは1時間。高架線沿いに、私鉄の高架線沿いですね、こちらは。スピードアップしていきましょう。2倍のスピードで走らせます。長いんでね、なんせ。鉄道に比べてやっぱりバスは時間がかかっちゃいますよね。東武市場前に着きました。ここはねぐらです。で、ケータに向かっていきます。ん、なんかおかしくない？おかしくないか。で、ケータの日東側を中心に動いていきます。もう夕方になっております。
お、あれですね、MSE ですね。これ地下鉄から乗り入れてきた特急ですね。地下鉄から直通列車って基本的にはそんなにないんですが、乗り入れてます。また E217 ですね。空港と直結する快速も乗り入れてるのは多彩です。そうなんですよね、空港から乗り入れる列車もあれば地下鉄と直通する特急もあるということで非常に多彩です。いいですね。225かな。23か。ということで、長距離線の東武四条駅を出ていくって形になりましたね。卸市場の前を通過していきます。この系統は本数は113本しかないものの、今までバスが通ってなかったとこを結構通るんで、あと初めて南東駅、今までバスがなかった南東駅にバスが通るようになったんで、公共交通機関、今までバスの恩恵を受けなかったところの公共交通機関の利便性は確実に上がりましたね。素晴らしい。南東駅が見えてまいりました。南東駅の向こう、あそこが野球場ですね。もうケータじゃない、なんだっけ、そちらのもうターミナル駅が見えてくるっていうような状況になってます。ラオックス、なんでしょうね、本屋、でも雑居ビルみたいな感じですね。総駅ですね。今20時半。夜遅くまでバスは走っていきます。3往復目。バスターミナルへ入ります。
さっきの小田急 MSE はここの駅から地下鉄に入っていくってことになりますね。バスがどんどん入ってきます。ちょっとねバスが多いんで、もう2列車一気に入ってますね。地下鉄と観光船、あ、観光船じゃないわ、これ私鉄だ。空港からの直接急行ですね。空港急行ですね。はい、ということで、あ、ここの住宅地もバスの恩恵を、まあそんなに本数は多くないですが得ることができたということですね、なります。あ、折り返すんだ、ここで先には行かないみたいですね。まあ、空港アクセスの本数をなるべく増やしたいっていうのはありますよね。その隣、今一瞬ね、ラピートが見えた気はします。あ、ラピート来ましたね。空港特急、当然ここの駅は通過です。やっぱり速さでは鉄道が上ですけどね、鉄道が走ってないところの輸送はバスができるっていう感じですね。また駅間も鉄道はあるのに対してバスは駅間が短いんで、バス停の間が、その分きめ細やかな運行というかサービスが可能となっております。さあ、東武市場前の市街地を見ながら今回、お別れしたいと思います。東武市場前も長距離線の駅ができて、ね、卸売市場、ショッピングモールが整備されまして非常に便利になったと思います。次回はこの一つ東の、駅にも バスが乗り入れられます。最もここに見えるターマンのバスを乗り入れた方がいいですね。というのは、まあ、ターバンのバス、まあ、基本的には今までは総駅とのアクセスしかしてなかったんですが、長距離線の需要、長距離線への通勤で都会に行きたいっていう需要もありますからね。特に一番でかいターミナル駅には長距離線に乗らないと直接行けないんで、乗り換えがバスか環状線の乗り換えが必要になってしまうんで、2.5 億だ、3億じゃないんだ、 2.5 億なんですね。確かに全体の総駅に行く本数は減便になっちゃいますけど、
団地の人たちの利便性は上がりますよね。はい。ということで次回は接続解除してこの隣のこの別金駅のバスターミナルのバス路線を整備をしたいと思います。おそらくこの ターマンへのアクセスを合わせたバス路線の整備になると思うんで、まあ比較的総駅と近いんですよね。またここの地区のバスももしかしたら走らせると面白いかもしれない。この辺までは全然通勤圏内ですからね。次回はそちらをやっていきたいと思います。はい、見ていただいてありがとうございました。よろしければ YouTube、Twitch ですね、アカウントフォローをぜひお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。 アーカイブ YouTube でにアップロードいたします。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。 My YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタン Please。そして TwitterX の、アカウントを持っております。ぜひアクセスお願いします。アカウントフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。TwitterX、アカウント Please visit and followリポスト&グッドボタンプリーズ。はい、この今回の配信のアーカイブ YouTube に、16日21時頃からプレミア公開でアップロード予定ですのでぜひ見てください。 This live アーカイブアップロード My YouTube チャンネル2 days afterプレミアライブということで、A 列車で行こうないライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。